粘ってウルテンです。これはストライクでした。最後は見逃しの三振なんでしたね。ストレート三振でしたが甘いですけど、ね、ここまでストレート、これもストレートでした。4球すべて力強いストレート。これは岩下の今空振りの三振でした。ストレート、この回は三者連続三振。前の回からここで変化球はレフト線は抑えたか。最後は高部がレフトライナーを抑えました。間の空振りも取れるようになる。3球三振ということになりました。スイングアウト、これもフォークボールでした。岩下がさっきのスパンジェンバーグ、そしてこのメヒアと戦でね、ロドマリンでホームラン2本あって、そこからもうねここまでずっと頑張ってる相手ですが、この位置までのフライでした。岩下この回三者凡退、空振りの三振でした。コースきっちり切ってますもん ね、 そうですね、今のもね。アウトコース7つ目、バッター強い打球でしたが正面でした。岩下6回まで無失点ピッチングです。